天水の桜姫、前回の続きからプレイしていきましょうか。カイマルどうに行ったんだろうな。限られてるってことはさ、相当遠くに行ってそうな気はするんだけどな。実際どこだ。これ表示とかされてないのかな。されてないよな、こっち方面。こんなとこまで来ねえと思うけどな。すごいこの辺にいたりしない、急に。カイマルみたいな。いない、いないっていうか反応がな、ないもんな。仕事。仕事にもうならないのか、カイマル探し。どこなんだろう。あいつが行きそうなところってどっかあんのかな。なんか狭間の口いたりしないよな。どっかいる感じでもないもんね。鳥獣の泉にいたりしない。一回どうしようか、飯食うか。カイマルいないもんな。一回行ってみる。いやでもな、夜になりかけてるからな、あんまり微妙なんだけど。よいしょ、ふい、よいしょ、ふい、あら、よいしょ、あら、いった、ぶっつり攻撃をしてくれな。あら、いってててて、よいしょ、ふい、あ、こ、いた、ちょ、待って待って、待て、よいしょ、高波返し、オッケー、オッケー。カイマル絶対ないもんな、こんなとこ。ひょろっひょろっとっていうか、しれっと帰ってくんじゃないの。どっかでも新しいところとか行った方がいいのかな。よいしょ、さて夜になりつつあるから帰るか。いないもんな。そんなあれかい、なんかざっくりっていうか。ゆいちゃん帰ってきてるぐらいだよね。一回でも夜のとこ行ってもいいけどな。夜間討伐ちょっとやっとくか。夜間討伐ちょっとやって、これもう夜でいいんだよね。よし、はい、そう、油消費すんだもんな。強力になるっつってもやっぱこれぐらいだったら全然効かんな、ダメージ。よしよし、麦やら何やろう、ちょっとひょっと入るか。おら、お、人目、おら、いった。よし、ほい、よいしょ、ちょ、向こうにいるな。よし、カイマル本当にどこにいるんだろうな。
いてて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 て
よしよし。よしよしよし、オッケー、夜間討伐完了。よいしょ、この辺も持って帰っとこう、せっかくですね。よし帰ろう。いや本当にどこ行ったんだろうな、カイマル。これでも、そうだよね。明日、明日田植えなんだけど。あ、いいんじゃねえか。あ、違うわ。ダメだ。この峠からじゃ見えねえ。あんま遠く行かれると鬼が出るぞ。困る。なんとかならねすかや、神様。なんとかするしかないが。さてさて、どっちを探したのかな。これ見た方が良かったのか。この犬使ってみろ。後から追えるようにって、おっさんが置いていったんだ。よし。ならば、匂いを辿ってみるか。え、行けんの？迷子のカイマル。総合探索度を高め、計画。総合探索度ですか？まあ、いいよ、今日は何か作る。今日はちょっとこんな手を変更。何か食べるますか。よし、とりあえず任せて遊戯を取ろう。いただきます。これでも人 いないのかな。そのままでいいのかみたいな気持ちはあるけど、でも田植えなんすよ。田植えなんすよ。いやーだってまあ、田植えだからな。田植えをおろそかに、田植えをおろそかにできねえからさ、どうしたってなあ。すまんな、かいまる。本当に、本当にどこに行ったんだろうな。3？ まあ、一回、全部1で、一回やっといて。よし。OK。で、どれぐらいだっけ？さ、2、30ぐらい。水少なめがいいんだよね、最初はね。空いてるし、向こう。意味がね。よし。とりあえずちょっと水張っといて。田植えの時って水張ってるよね、多分。多分。カイマルを探せって言われて、ねえ、もう農作業やってるあたりちょっとどうしようって感じだけど。よしよし。なや。また数増えてんのかな？ 400、ああ、倍になっとる。倍になっとる。まあでもなんか、始めるか。キンタに任せる。キンタに任せてもな。手に取る数が増えただけなんだよ、名前な。田植えの勘。難しいよね。目音上。ああ、すごい。すごい、すごいけど、これ、あれなんだな。前と、やる数は変わらんな。まあでも、育つ量が倍になるからな。そこだよね。
よし。すごいな。もう技だよね。ここまで来るとな。どうしよう。なんか、農技、コンバインとか出してきたら。どうしようもないよな。任せるしかないもんな。よし。ちょっとあれだな、密集してるところもあるけど、まあまあまあ、いい感じでは。雑ではあるが。すごい雑だけど。よいしょ。ほい。農業か。なんか、あれだよね、そんなに、まあ、楽そうとは言わんけどさ、結構なんか自由なイメージとかあるけど、こういうの見るとやっぱ、大変だなって思うよな。しかもやっぱり天候にも左右されるしさ、どんだけこうやってもさ、限界があったりとかさ、あと、何、台風とかさ、あんなの被害もろに受けるからさ、大変だよな。よし。やっぱりあれだな、ざっくばらんに植えていくから、どんどん残りも金太に任せてもいい気もするけどな。よし。あとこの辺かな。よし。やっぱあれだな、密集なってくるよな。疾風の田植え、疾風の田植えってなんだ。そっか、金太に任すとこういうのができなくなるのか。早いかこれ。やばいな、どんどん密集していくな。だっていっぱいあんだもんな。すごいこう、あれだな、壮観だろうな、これ見るの。早く秋になんねえかな。本物の、本物っていうか農家の人とかもそんな感じなのかな。早く秋になって育ったの見たいなってなるんだろうな。面白いわこういうの。よしよし。ちょっとやっぱり密集しちゃうな、どうしても。俺の植え方の問題もあるんだろうけど。ふむ、我ながら美しき仕事じゃ。オッケー。肥料巻いといてもいいけど、まあいっか。せっかくだし、新しくできたとこ、浮き梅雨だな。行ってみようか。水まどいの谷。11、12か。ん？ハテナついてるけど。なんか多分、今回走破はできなさそうだもんな。時間ないもんね。よしよし。ん？本当に浮いとる。え？あ、マジで？あ、これ面白いな。木材入手。あ、落ちた。よいしょ。よいしょ。ほい。斜めに、斜めに。よしよし。ほい。やばい。やばい。よいしょ。いった。いった。よいしょ。ほい。よしよし、先へ進んで行こう。ほい。よしよしよし。なんかすごいフォンフォン言ってるけど、これなんだっけ。どこを見ておる。
よし。よいしょ。よし。よし。オッケー。とりあえず行ける。ん？宝を入手する。よいしょ。ほい。ちょ。来とる。やばいな。夜になって敵の強さが強くなるのが一番欲しい。強くなっちゃった。帰ろう。まあ帰らずとも他のとこ行ってもいいっちゃいいんだけど、まあいっか。一旦帰ろう。全然カイマルとかいないんだけど。いいのかな？そのまま進んじゃっていいのかな？よし。神が帰ってくるか。調べる。水の量的にはこんなもんで、もうちょっと入れとくか。よし。30とか50ぐらいで、置いとくのがちょうどよ、いい感じがするんだけど、さっきなんか、あったな。食べ物か、液中か、どっちかだけど。帰るか。よしよし。育てよ。ほい。雲いないか？いないか？全然いないんだけどなぁ。何か食べるますか？何か作るです。油作れた。魚か、そうか、魚の油か。いただきます。あいつら本当にどこにいんだろう。ん？飛燕を習得、土発点を習得。見とくか。暴れ駒、飛燕。望む方向に高速で振り抜ける片手は、いいな、いいけど。力を貯めたその後、全力で振り落とす両手武器の技。途中で攻撃を食らうと怒りで一気に力が貯まる。どうなん、使いたい。全部使いたい。土発点、電光石火、どうなんだろう。どっちがいいんだろうな、飛燕と。望む方向に高速で振り抜ける片手技。すっ転ばせる。転ばせ、いろいろ、できるものが多いからな。貼り付けた相手の力をしばらく下げる技。体力をしばらく弱らせる。もう一応つけとこう。はい。ということで、じゃあ次回また買い物探しの続きからやっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。